ドラゴンボール Z 新武道会にはバンダイナムコゲームスより2007年6月7日に発売されたプレイステーションポータブル用ゲームソフト。鳥山明原作の漫画、アニメ、ドラゴンボール Z を題材にした対戦格闘ゲーム。ドラゴンボール Z 新武道会の続編。ストーリーモードは未来へ戻り、人造人間とセルを倒した後のトランクスを主人公とし、 アドベンチャーパートを搭載した新しい物語となっている。ゲーム本編については、前作の要素は継承されつつ、新しいオーラバーストの追加やダーブラ、バーダックなどの新しいキャラクターや、新技、演出面のさらなる強化やキャラクターの育成要素などが追加された。本作でのストーリーモードで、トランクスが主人公。セルを倒し平和を取り戻した未来の地球に現れた、魔道士。 バビディ・一ミに対し、他人数が乗り込めるタイムマシンで連れてきた悟空たちと共に立ち向かうストーリー。三人のチームを作り、二人の仲間と協力して敵と戦う。前作とは異なり、一度好成績を収めたステージでも、再挑戦した際に成績が前回を下回ると、評価が落ちた状態で記録されてしまう。これは、もう一つの未来の物語である。 孫悟空の死から数年後、突如として現れた二人の人造人間によって、地球は地獄のようなありさまになっていた。ベジータ、天津藩、クリリン、ヤムチャなどをもだった戦士たちは、人造人間たちに殺され、今や地球、の人口はかつての1十以下になっていた。人造人間は生き残った人間たちを徐々に追い詰めて、ゲームのように破壊と殺戮を楽しんでいた。 ベジータと地球人ブルマの間に生まれたサイヤ人の血を引く少年トランクスはこうした状況の中生き残ったソン・サトルハンと共に修行を続け戦士としての力を伸ばし人造人間たちと過酷な戦いを続けていた天才的な科学者でもあったブルマは密かにタイムマシンを完成させるトランクスは悟空の死の運命を変えるために 心臓病の特効薬を持ち過去へと旅立った。二度目の過去への旅でトランクスは、精神と時の部屋で修行し、人造人間たちを倒せる力を身につける。トランクスは、人造人間17号、18号、そして、最強の人造人間セルをも倒し、ついに地球にも平和が訪れたかに思われた。しかし、それから数年後、さらなる危機が訪れる。魔道士バビディが、 魔界の王、ダーブラを引き連れて、魔人ブーを復活させるべく、地球へとやってきたのだ。残された、挑戦士トランクスはこの危機に完全と立ち向かっていくが、バビディは、トランクスの記憶を読み、死んだ、孫悟空やセルの分身を作り出し、邪悪な魔法で、自らの手下にしてしまったのだ。本作のアナザーロードモードでは、フィールドプレイと呼ばれる要素が追加された。これは、 地球が 3D のフィールドで表現され、そのマップ上に敵が出現し、これと接触することで戦闘に入るというモード。フィールド上には都市があり、敵は都市を破壊しようとするため、都市の破壊を阻止する必要もある。プレイヤーキャラクターが都市に滞在すると、都市の耐久力が回復すると同時に、プレイヤーのライフも回復していく。ドラゴンボール Z 絶望への反抗。 残された、挑戦士、サトルハンとトランクスに登場した、異なる未来の孫サトルハンが、ゲーム初登場。外見上は、髪型や雰囲気が、通常の青年サトルハンとは違う。人造人間と過酷な戦いを続けていたため、通常の青年サトルハンよりも勇ましい風貌になっている。悟空が心臓病で死んだため、ピッコロに修行をつけてもらったという設定で、 魔官考察法を使うことができる。本来なら未来のサトルハンは査西矢人までしか変身できないが、本作ではストーリーが進むにつれ査西矢人に老化用紙の潜在能力解放までの変身を体得している。このほか、悟空の父バーダック、暗黒魔界のオーダーブラ、魔道はビデによって呼び出された初期の魔人、ブー、ゴテンクスやサトルハンを吸収した魔人ブー、 超サイヤジに4の悟空、メタルクーラ、人造人間との戦いを終えた後のトランクスが追加された。合計で変身形態を含めて24人、53種類のキャラクターが登場。前作にもあったオーラバーストシステムがさらに進化。貯めた木をオーラバーストボタンで解放するとパワーアップし以下の行動が可能になる。今作では新たにオーラバーストガード、 オーラバーストチャージ、追撃フィニッシュが追加されている。本作では新たにカードにより、キャラクターを強化できるようになっている。ストーリーモードで入手したカードを、キャラクターのスロットに装着することで攻撃力や防御力などの能力値を強化できる。ありがとうございます。